キックオフ。はい、どうもこんにちは。ポケットモンスター Y パート52です。やっていきましょう。おー、雪嵐ももう止んでるね。いいじゃんいいじゃん。じゃあマンムーさんも元通り元気になったかな。あれ、マンムーさんいない。逃げられたか、マンムーさん。え、そっか、ここにスカイトレーナーいたんだ。マンムーさん、どこ行っちゃったんだ。え、ひどい。せっかく解決したのに逃げたというか、行っちゃったなんてひどいよ、マンムーさん。あそこってどうやって降りるんだ下。ここから降りれるかな。間違えた。なんかあそこにモンスターボールがあるから、多分アイテムが落ちてんだよね。だからあそこ行きたいな。行ける？ダメか。今はいけないパターンかな。まあいいや。じゃあ、戻るか。そうだな。もうここに用はないよね。だったら次どこ行くかだ。右へ行くか左へ行くか。タウンマップ使う。右がね、右が17番道路。いつも古いって言うため人が歩いて登録とは、ダメというとこが。で、こっちが16番道路。じゃ16番道路行くか、先に。まあ、順番的にね、16、17なんでね。回復はね、あそこの、山のお姉さんがやってくれたんで、まあ、大丈夫として、こっちじゃなかったね。こっちだ。よし。で、こっちだ。16番道路。トリスト通り。うっそー。ダメだ。怪力覚えてないからな。諦めよう。怪力誰かに覚えさせれるかな。やっぱ覚えさせた方がいいよね。怪力、お、すげえ、全員、あ、どうしよう。どうしようか。うまい、ジョージ1が覚えれるんで、ジョージかな。ジョージ、秘伝要員。よし。じゃあ、はい。どれを明日させようかな。袋叩きじゃないか。いいです。一の、ポカン。よし。まあ、これだったらね、この先、行けるところも増えるでしょう。じゃあ、怪力。よし。あんな小さいジョージができるのかな、怪力。よし。これ、主人公が押してない？こっちはいける？いけないか。あ、なんだお前。スカイトレーナーか。じゃあ、しますか。はい。さあ、ツアーのフィールドで、おっとり合えばで、飛びましょう。スカイトレーナーのフルカさん、かわいい名前。エモンガは、嫌だな。嫌な思い出があんな。あいつ、電気タイプだからな。とりあえず、解放者で燃やしちまうぜ。丸焦げ。よーし。お、レベルアップです。いいね。オオスバメ、懐かしいの出すな。懐かしいな、オオスバメ。オオスバメが翼広げるの初めて見たかもしれない。なんかバッサバッサしないんだね、オオスバメって。じゃあ、また解放者でいっか。よーし。使
使うトレーナーの方が楽しみに買った。あひゃー、恐怖が飛んでくる。よし。あ、これもう話せないのか？話せないか。さあ、ここはなんだ？なんか廃墟が多いよね、この辺の道って。おー、なんだお前、バケッチャー。なに、かぼちゃ？バケツ？バケッチャー、かわいいな。捕まえるか。マジで？あいつ草タイプじゃないの？まあいいや。凍える風。お、効果抜群。やっぱ草タイプか。草タイプにノーマルタイプは効果ないんだ。知らなかったな。ちょっと騙し打ち行くか。騙し打ちも効果抜群なのかい。倒しちゃった。惜しい。こっちは何かある？何もないか。いやーなんだここすごいな。こんなのどこにトレーナーがいるかわかんないじゃん。お、また出てきたバケッチャー。よし、今度クソ捕まえよう。さっきよりレベルも高いし、まあ大丈夫でしょう。凍える風。よし、もう、いやーでも騙し打ちでいくか。捕まえたいなバケッチャー。じゃあ騙し打ちいきますか。よいしょ。よーし、よーしじゃない、倒しちゃダメなんだって。倒しちゃダメなんだって。何がよーしだよ。あ、いけない。わー、やいぎり。やいぎりは覚えてないし、もう嫌だなー。これ以上、秘伝技を覚えさせたくないし、なんかいる。何今の声。なんかいる。なんかいる、なんかいる。なになになターンダッシュ、スピン、からの、ポケモン勝負。うわ、びっくりしたなぁ。びっくりさせないでよ、みちこさん。かわいい。エネコドロ。あれか、エネコの設定か。うわぁ、懐かしい。あの耳で耳かきしたいな。よーし、じゃ、小声の数や。効果抜群だ。じゃなかった、全然効かなかった。往復ミンター。往復か、2回か、3回。4回。ういよーし、じゃあピンチヒッターネクロマジャー。任せてネクロマ。今ね、クロマ出したのに。起きろ。すやーじゃないよ。起きろ、起きろ。大文字。多く見た。いい目覚ましだ。いい目覚ましだ。ダメか。もう1回。頑張れ、頑張れ。頑張れ、起きろよ。ほら、目覚まししてくれてるよ。朝だよ、起きてって。起きなさいよ、ほら。気持ちよさそうに寝てんな、だって。よし。大文字。大。よーし。やってね。おう、けどレベル54。座んな。座んなかー。水タイプ入ってたよね、スワンナって確か。じゃあ、リオネルかな。水タイプに効果いいのないからな、うちのパーティー。電気タイプも草タイプもいないからね。
座んな。そこに座んなってか。じゃあ、グローパンチ打ち込むか。うわ、あんま効かないな。ハニヤスメって回復するやつか。いやー、せっかく今やったのに。じゃあ、波動弾。波動は我にあり。よしよしよし。まあまあまあ。雨乞い。雨か。まあ、本当にすごいな。背景まで雨になってんね。すごいじゃん。もう一回波動弾打ち込むか。よいしょ。よし、倒した。ふぅ。お、ネックンレベル44。ローラーダッシュし損ねた。いや、バトル中はしなくていいと思うんですが、それは。うん。欲張りすぎでしょ、それは。あ、いてた。待てや、待てや。遅えな、お前。お前、遅えな。ほら、簡単に俺抜かしてるぜ。遅えな、お前。来いよ、ここまで来いよ、おい。かかって来いよ。うわ、くそ、逃げられた。来いよ。少し、何時様だよ、お前。持ってるのお前より早いわ、ボケ。ローラースケート、ポール、ポールくん。大ボルト、懐かしいなぁ。よーし、じゃあ、急作。あ、ダメだ、ジョージ、HP がないじゃん。忘れてた。あ、よしよし。よし、ジョージ変えるか。車行くか。頑張れね、車。おっと。ネクロマ、眠ったり、麻痺したり、大変だね、お前。じゃあ、火炎車。わあ、思いっきり首構えてるな。はあ、頑張れよ。それを言い訳にしてさ、諦めるのは良くないと思うぜ。うっそ、ダメだ。次、雷の決めだったらもう死ぬな。じゃあ、やっぱ、頼みのリオネルかな。噛みつく。効かない効かない。8しか効かないってのも逆にすごいよね。あいつ、電気タイプだからね、ボーナッシュで。なんで？なんで足んないのあいつに。何あいつ、ずるくない？チーター使ってんじゃないのあいつ。ポール。いけるいける、ボンダッシュ。何を駆け寄ってんだよ。よし。やった、取った。はい、バイバーイ。よし。ローダースケートのポールとどちらも見つかった。震えるほどのテクニック。認めなさいよ。アイハテホテル知ってるかい？すごい人がいるって話。ああ、行ったなあ。行ったけど追い出されたなあ。何ここ。わあ、家の思い出しかない。トースク食えてんでしょ？あ、そうでもないか。おっと。おー、またバケッチャか。バケッチャ多いな、ここら辺。バケッチャしかいないんじゃないの？とりあえず、ジョージ変えるか。うまいぞ、ジョージにするか。なんとかバケッチャ捕まえたいな。タネマシンガン、懐かしいな。アニメで、小次郎のサボテン名前がわからん。サボニアか。小次郎のサボニアがよくタネマシンガン使ってた覚えがある。よし、二刀チャージ。あいつクソタイプだけど、さ、いい感じ残んなかったね。くそー。
なんでここ何何なるほど掲示板。何なるほど掲示板って、お得な掲示板とは違うの。特性鋭い目のポケモンは命中率下がりません。相手が回避率を上げても、その効果を無視できます。はぁ、よくわかんない。じゃあしますか。ツアーでやり合いながらも気持ちあっちに足つけて。よし。スカイトリアのフィリップが勝負かけてきた。チリン、チリン。そっか、一応飛べんのか、チリンも。じゃあ燃やそうか。今日から毎日、チリンを燃やそうぜ。解放者。よーし。ビブラーバー。手品ないね、みたいな言い方。したけども。そっか、なんだお前。なんだお前。こんなやついたっけ？いや、イルミーゼの仲間じゃないの。あれはバルビートか。これあれか、古代号の進化前か。マリオ解放者。よーし、効果抜群じゃなかったし、残ってんだ、まだ。じゃあ、旧作だ。よーし、いいね。ファイアロー、ファイアロー、初めて見たな。自分以外で。よし。じゃあ、ちょっと手強そうだからメガ進化して、消え去っか。よし。かっこいい。ひでり、ああ、そっか。まあ、スカイバトルだからね、日差しに近くなったし、威力は良くなったんじゃないかな。お、いいね。あ、そっか、相手も強くなるのか。ダメじゃん。何してんの、お前。まあ、聞かないけど。金策もう一回打てば勝てるでしょ。大丈夫、大丈夫。よーし、バイバーイ。いいね。お、こっちの前もレベル55人。え、なに、追い風。追い風って何よ。追い風。激しく吹き荒れる。風の渦を作り、4段の間、味方全員を育てておける。いらない。いらないや。いいです。はい。今日の敗北は、明日の勝利の鍵、読めない。明日の勝利の粒となるだろう。なんかいいこと言ってるのは確かだけど、漢字が読めない。よし、行くか。おぉ。おい、なんだお前。僕で、なんだお前。気持ち悪い。これバケッチの進化前じゃね？そうっぽいなぁ。とりあえず、進化前でも捕まえるか。一日を初めて見たし。僕で、なんだこいつ。すごい。頭に刺してるよ、釘。大丈夫？痛い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 。呪われている。今日は呪われている。神通力でいいんじゃね？ああ、倒しちゃったか。まあいいか。うわあ、気味が悪いな、あいつ。呪われて結局何なんだ？なんか呪われたけど。とりあえず良かったけど。いやー、ここら辺不気味なポケモン多いな。バケッチャー。じゃあ、また、ケロンで行くか。捕まえたいな、バケッチャー。ああ、効果抜群か。まあ、そんな効かないでしょう。ほら。まだ打つの？もういいでしょ？よし。じゃあ、水の波動で流すか。
微妙。ああ、もうタイムマシンが長い。これ、いつでも言ってよ。そんな何回も分けないでいいからさ。よっしゃ、水集金じゃ。よし、これで、もう一回、二回で止まれ、二回で止まれ。ああ、行っちゃダメ。くそー、何してんのー。ああ、やだやだ。あ、ここも通れんだっけ。さっき避けてたような気がするな。まあ、あとバケッチか。バケッチどんだけんだよ、ここ。嫌っていう人いっぱいいるぜ、バケッチャー。はぁ、うまいぞ、ズイチッカー。まだ、今回、うまいくんが出番ないからね。取りましょうかな。じゃあ、ニトロチャージ。いやぁ、電光石火でいっか。ニトロチャージで倒して、マジで？スタータイプってこのままタイプ効かないんだ、やっぱり。知らなかったなぁ。じゃあ、ニトロ、いやぁ、空を飛び行くか。竹内ナイス。怖えよ。おぉ、早い。効果抜群。あ、やっぱ草タイプか。捕まえないな、あいつ。捕まえたいのに。うわぁ、すごいな、ここら辺。おぉ、びっくりした。見くびんなよ。俺たちはエイトトレーナーと同じくらい強いんだからな。エイトトレーナーって強いかな。そう、とは思わないけど。いけるよ。アシダイガー懐かしいなぁ。アメリカザイガニ。じゃあ、リオネで行くか。かわいいやつ使ってくんな、あいつ。よし、じゃあ、クローパンチだ。星めがけて、打ち込もう。怒るな、怒るな。挑発になんな。ダメじゃん。意味ないじゃん。また一つ。ないよ。いけ。よし、効果抜群。水タイプって効果抜群なんだ、格闘タイプ。知らなかったなぁ。あ、スパルタでベル56。炎の渦。いいね、覚えさせようか。激しく渦を巻く炎の中に、よし、絞ったんだ、相手を閉じ込めて攻撃する。はぁ。どうしよう。炎の牙いらないか？炎の牙いらないか？いや、でも、炎の渦もいらないような。炎の渦諦めるか。いいです。いや、どうしよう。いや、いらない。はい。いいです。サンドパン。よし。じゃあ、これも波動弾でいっか。お腹の白いところになろうぜ。ほい。よし、強い。強い。一撃。いいとでもない。普通のトレーナーにギリギリ。普通も何もバッチ今何個持ってんだ俺。バッチ6つ持ってんぞ、お前。実践的という意味では、ポケモンエンジンの方が、エイトトレーナーよりずっと優れてると思わない？まあ、エイトトレーナーはお坊ちゃまとかばっかだからね。エイトだから。うわぁ、またお前かぁ。じゃあ、セパウトラにするか。捕まえたいんだけどなぁ、あいつ。
じゃあ金策か。あ、そっか、ダメなんだ。忘れてた。ほんと学習能力がないな。自分で言うことじゃないけど。じゃあ炎の牙倒すなよ。絶対倒すなよ。ストップ。ダメか。生き止まりだ。さあ今度こそバケッチャ捕まえるぜ。ほんとバケッチャしか出てこないな。さっきのあいつも一回だけだしな。名前忘れたけど、捕まえたい。リオネルで行くか。じゃあグローパンチ。草タイプにはね、格闘タイプは効果抜群だったはず。頑張れよ。頑張れよ。なんで頑張んないの？なんでそう諦めんの？お前見損なった。リアルに見損なった。もうやだやだこいつ。頑張れ頑張れ頑張れ。よーん、ダメだ。もうリオネルダメだ。お前ダメだ。ほら、あと6しかないじゃん。お前大丈夫じゃないじゃん。ダメダメダメ。もうリオネル首にしていいくらいで、もうダメだな。怖いよ、鍵打ち。じゃあ、水しぶき行くか。あ、いい感じじゃん。でもこれじわじわって行けば。2、3、お、4、よし、ゲットできる。お、いい感じ、減らしてくれよ。倒すなよ。なんで倒したんで、いいんだよ。4回でやめとけっつうの。倒しちゃったよ。じゃあ、今回は、ひとまずこの辺で一回区切りますかね。では、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。では、ごきげんよう。アディオース。